さあここからはですねテレビ朝日コメンテーターの藤川美奈代政治部長にも加わってもらいましてお話を聞いていきます藤川さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ、これが乱立ということになるのかそれとも最終的には絞り込まれていくのかまだはっきりとわからないところだらけなんですけれどもまずその影響力の大きい安倍前総理がですね高市さん支援それから麻生副総理も高市さん支持の可能性もと いうことになりますと、えー、これは藤川さん岸田さんにとっては厳しい風が吹いてるってうことにそもそも議員票で強いのが岸田さん党員票で強いのは河野さんと見られていましてそうした中で岸田さんはどうやって党員票を積み増していくかという戦略を立ててきたんですね。そここに高市さんが出るとということで 細田派、麻生派がですね、一塊となって岸田さんを支援するということは難しくなりまして。当てが外れた格好です。岸田さんが議員票に強いという大前提が揺らいでいます。はい。ちょっとわからないことだらけなんですけれども。こう、麻生派の河野さんを麻生さんが。あの、自らの派閥でしないと。これはなぜなんでしょうか。 そうですねまあ、まだ早いと考えているんですね。というのはです、ね、このあと衆議院選挙もありますし来年には参議院選挙が控えています温存したいという親心のようなものですね。その一方で,です、ね、また河野さんは世論調査では支持が高いんですが、えー、自民党内では調整力やバランス感覚に疑問符がついていまして特にベテラン議員の間では評判がいいとは言えない状況なんです。河野さんが新総裁になれば 世代交代が進んでしまうという危機感もありますですがですね派閥を超えて若手による支援が広がる見通しですはいどうもこうあの今回の総裁選なんですけれども藤川さん、なんかこう、えー、今出てたようなこの派閥での結束でバンとこう分かりやすく決まるという形ではないみたいですね。 そうですね、派閥による締め付けというのはなかなか難しい状況になっていますね、えー。選挙に弱い議員、当選回数が少ない議員にとってはですね、次の衆議院選挙に向けて誰が選挙の顔になれば自分が生き残れるのかということで必死になっているんです、えー。またその派閥の幹部の側からしてもですね、その派閥を締め付けよう、固めようとしたのにばらけてしまった、肉すれを起こしたなんていうことになりますと、自分たちの求心力が 低下しているということをあらわにしてしまうということになりますのでギリギリまで状況を見極めようとしている派閥もあります、はい、あのコロナで待ったなしの中自民党は総裁選一色ですけれども入山さんはこの自民党の動きどうご覧になっていますかあの私経計学者なんで組織って非常に興味があるんですけど、はい、やっぱ自民党っていうのは良くも悪くもすごい組織だなと あのまあ政権を流れさせるということに関してはこれほどやっぱすごい強い DNA、NO、を持っている組織なのかなと思いますねやっぱ少し前まではもう本当に選挙でずっと負けるんじゃないかと言われていたところでここで一気に菅卸しをやって結果的にこれだけ候補者が出ることでやっぱり国民の注目を集めますよね、やっぱりそうするとだんだん支持率も上がってくるかもしれないっていうすすごいでねねこのの辺が、ねまあ、その一方で野党は、ま。あ スガ対菅さんというふうふに考えてたかもしれないので、はい、ちょっと風向きが変わったと考えるかはしごを発された感じがあって、まあ、ここで改めてやっぱり野党が注目を集めるためには野党もやっぱりその新しいリフレッシュしたという感じを出すためにも、まあ、やっぱり比較的、まだ古い顔の方がトップを務めたりするじゃないですか。 うん、私だったら、ここで野党も選挙の中でやって若い未来を託せるリーダーにすれば、まあ、自民党と対抗できるのかなという気もするんですけど、まあ、難しいいかなと思ってまが、はい、藤川さん、まあ、とにかく誰があの総裁選勝ってもその人で、えー、選挙を戦う、まあ、あの衆議院選挙がやってくるということですが野党の動きも含めてどうなっていくでしょうね。 そうですねえー、野党は菅総理ではなく新しい顔と戦うことになって戦略の見直しを迫られていますね総裁選で埋没することがないようにその自分たちも新しい政権を担う準備ができているんだということをアピールしていく構えです、えー、自民党の総裁選というのをです、ね、単なる内輪もめと受け止めるかそれとも擬似的な政権交代と受け止めるかというのは有権者次第だと思うんですね。誰をを選選んでどの党を選ぶの党ぶかという いうことが、えー、批判や不満の受け皿として問われるということになります。 そして衆院選の日程なんですけれども新しい総裁が選ばれた後にですね、えー、国会での総理大臣指名選挙ですとか組閣といった一連のスケジュールの後になりますので、えー、来月21日最短でも来月21日の衆議院の任期満了よりも後になる見通しになってきました場合によっては投開票日が11月にずれ込む可能性もあります。はい まあ入山さんこうズバリですね、はい、ワンポイント上げるとしたら次のリーダーに必要なものは私はリーダー以上にポイントはチームでやるということが大事だと思ってますので、はい、官房長官選びだと思ってます、今の菅政権というのは実行力はあるけど比較的ちょっとまあ地味だったとで官房長官の加藤さんもやっぱりどちらかというと国民のアピールが上手な方じゃなかったですよね、うんうん、だそういう意味ではリ首相も大,大事なんですけど官官房長官に注目したいなといい支える人がいるかどうかチームでやるということですね。はいはい